Let's get started with day 11 for the month of May. Hi everyone! I'm Steve Saraisi. And I'm Jenny Skidmore. Thanks for joining us. 毎月最後の週の月曜日から木曜日は Skill Test。 今日は今月一緒に学習した内容がどれぐらい身についたか力試ししましょう。 We'll try these two times today, okay? 1回目は採点をしないでやってみましょう。 Okay, are you ready?Then let's get started! S-P-R Skill Test! 日本語を言いますので、それを時間内に英語で表現してください。まずは、お店の人に聞きますね。英語で言ってみよう。お店の人を呼んできますね。どうぞ。では次です。レジはあそこです。レジの人に聞きましょう。Cashier を使って英語で言うと、案内しますね。では、英語で値段を伝えましょう。2個ずついきますよ。まずは、100円、そして270円。両方をどうぞ。さあ、次も2つですよ。1000円、そして3200円。どうぞ。次は万単位の値段です。この2つです。1万円、そして1万2000円。どうぞ。さあ、ここで英語のやり取りをしましょう。商品の値段を聞かれます。値段を自分なりに考えて英語で自由に答えましょう。まずは、おにぎりについて。How much is this rice ball? 自分なりに、どうぞ。では続いて、靴についてです。How much are these shoes? 自分なりに、どうぞ。Okay, how did you do? どれぐらい言えましたか？では、答え合わせをしていきましょう。ジェニスさんに答えてもらいますので、参考にしてください。So now you can check your answers with mine. Okay, listen closely. お店の人に聞きますね。I'll ask someone. 店内で ask someone というと、お店の人のことだとわかります。では、それを応用して、こちらを言いましょう。お店の人を呼んできますね。I'll get someone. 誰か連れてきますということで、get を使います。では次です。レジはあそこです。The register is over there. 続いて、レジの人に聞きましょう。Let's ask the cashier.案内しますね。I'll show you. では次です。100円、そして270円。100円、270円。and を間に入れても大丈夫です。270円。続いて、1000円、そして3200円。1000円。3,200 yen. 次は万単位の値段です。1万円、そして1万2000円。10,000 yen. 12,000 yen.
万単位の数字を言うコツを覚えていますか？例えば1万円だったら10,000。コンマの前の数字をまず口にしてください。1万だったらコンマの前は10ですから10と言って1000を言います。10,000 yen。次は商品の値段を英語で聞かれます。How much is this rice ball? 返答例はこちら。It's 120 yen. では続いて、How much are these shoes? 返答例はこちら。They're 4,500 yen. ここでは主語の they から始まります。靴は左右で一足なので複数形になります。OK! ではもう一度同じ問題をやってみましょう。今度はあなたが言ってみた後、ジェニーさんが答えを言いますので、答え合わせをしながらできた数を数えてください。So, do your best! Let's go! お店の人に聞きますね。I'll ask someone. お店の人を呼んできますね。I'll get someone. レジはあそこです。The register is over there. レジの人に聞きましょう。Let's ask the cashier. 案内しますね。I'll show you. では、英語で値段を伝えましょう。まずは、100円、そして270円。両方をどうぞ。100 yen 270 yen 1000円そして3200円どうぞ1000 yen 3200 yen 1万円そして1万2000円どうぞ10,000 yen 12,000 yen 次は商品の値段を英語で聞かれます。How much is this rice ball? 自分なりにどうぞ。返答例はこちら。It's 120 yen. では続いて、How much are these shoes? 自分なりにどうぞ。返答例はこちら。They're 4,500 yen.今月トレーニングした Basic Phrase はどれくらい身についていましたか? Your speaking skills are getting better day by day. This month's theme is A Little Help Shopping. ちょっとお手伝い、買い物編。So, see you next time on 英会話 Time Trial. Bye-bye!